ベルガー BX110、290PX ベルガー BX110、ベルガー BX110BMW6012、ターボシャフトエンジンベルガー BX110 は、1970年代初めに、スイスで製造された小型ヘリコプターの試作機である。ベルガー BX110 の唯一の試作機は、スイスの企業家で、ヘリコプター販売業者であるハンスベルガーにより、製造された。 本機は自動車用ロータリーエンジンを動力源としており1994年までスイスで民間機として登録されていた。BX110 は操縦士と乗客が大きなアクリル樹脂製の風防の下で並列に座り、テールローターを交換ブームに装着した通常の軽ヘリコプターの形式であった。動力源と燃料タンクはキャビンの背後にあり、 3枚ブレードの主回転翼は折りたたみ式になっていた。元々の膠着装置はスキット式であった。BX110 は元々 NSU ロー80の自動車用ロータリーエンジンを搭載していたが、ベルガーは次に航空機用の BMW6012 ターボシャフトエンジンを装着した。その次は再度自動車用のロータリーエンジン。今回は マツダ RX-7 から流用してきた。マツダのエンジンを搭載した時に BX110 は膠着装置を3車輪式に換装した。ありがとうございます。